皆さんこんにちは、郡山市県民リポーターのひらがな4文字えみたろです。グルメ情報のアンテナを常に張っている私えみたろがキャッチした新情報、それは郡山市や福島市のラーメン店で新たなご当地麺の販売が始まったらしいんです。なんとですね、それぞれの店舗でアレンジを加えて個性あふれる一杯を提供しているということなんですね。もうね、気になって気になって夜も眠れない。郡山市の県民リポーターえみたろさんがキャッチした新情報、そのご当地ラーメンを提供するのがこちら、郡山担々麺です。詳しいお話を聞いてみましょう。辛味噌ラーメンの名店、麺屋つどいの姉妹店として2月にオープンした郡山担々麺。醤油ベースのスープとラー油をたっぷり使った辛い麺。千葉県の勝浦式担々麺を県内でも広めたいと、麺屋つどいの店主相良翔さんが始めたお店です。新たなご当地ラーメンってどんなものなんですか？はい、それは福島釜玉ラーメンになります。釜玉うどんって聞いたことがあるんですけど、はい、スープを一切使わないでタレと麺とあと卵を乗せてあえて召し上がっていただく食べ物です。うちの他にあと福島市のお店さん5店舗で提供しています。そのお店さんによって味やトッピングなどは違うんですけれども、店の個性を生かした釜玉うどんにも似ている新たなグルメ、郡山担々麺で提供しているそのご当地麺がこちら。その名もピリ辛 KTM 勝浦式担々麺にも負けない辛そうな見た目です。 KTM が釜玉麺、はい、アイドルグループのような名前ですが、ここでこの福島釜玉ラーメンの定義についてお話ししましょう。まずスープがないこと、はい、そして卵と香味油を使うこと、さらに温かい麺を使うんですが、この麺は各店舗共通の同じ麺を使うんです。それがこちらの福島市の羽田製麺さんで、お願いしてまして、こちら福窓かという麺を使っております。製麺所と提供する6つの店が共同開発したオリジナル麺福まどかは、東北産の小麦も使った極太麺で、茹でる時間によって歯切れの良さやもちもちの食感などさまざまな味わいが楽しめるんだそうです。具材とか卵とかもしっかり絡みそうですね。そうですね、うちのお店ではひき肉とラー油を使った少しピリ辛な釜玉麺になっています。台湾の麺料理をイメージして作ったタレには、ごまやピーナッツバターに味噌と醤油を加えて濃厚な仕上がりにしています。そしてこの店では必要不可欠な自家製のラー油も使用、唐辛子もたっぷり使っています。辛そう。ピリッと辛い釜玉ラーメン、タレを入れた丼に茹で上げた極太のオリジナル麺を入れて絡め、甘辛い甜麺醤と合わせたひき肉、ネギと生卵を入れます。仕上げにラー油を加えれば、相良さん渾身の KTM が完成しました。ラー油の香りがいい、ものすごく香ばしくて食欲をそそります。豪快に混ぜていただくんだそうです。うわ、麺が重たい。この太麺のインパクトすごいですね。麺がすごくもちもち、プルプルの麺の存在感があります。そしてスープがない分、ひき肉の旨味がしっかり麺に乗ってくる、後を引きます。ちょっとピリ辛のこの風味がラー油の香りとひき肉の旨味と絶妙にマッチして箸が止まりません。このメニューにはレモンもついていまして、絞ればさっぱりとした味変を楽しむこともできます。釜玉ラーメン6店舗がタッグを組んだ理由はどういったところにあるんでしょうか？はい、その食材費や光熱費の高騰によってもう結構大打撃を受けていますので、
その中でメニューのコストを抑えた商品を何かできないかなという思いで、作る際のコストを抑えつつ決して客を裏切らないメニューでもてなす福島釜玉ラーメンは、他に福島市の5つのラーメン店でも提供しています。そのうちの一つ、北矢の目にある麺食いどころ純ちゃん家にもお邪魔しました。いらっしゃいませ、こんにちは。わー、元気な女性が出ていらっしゃいましたご店主でいらっしゃいますか？はい、こんにちは、いらっしゃいませ。とっても明るい純ちゃんこと大内純子さんが営む、去年2月にオープンしたまるでカフェのような雰囲気のお店。大内さんはラーメン店を営む父の味を受け継ぎ、どこか懐かしい昔ながらのラーメンを提供する一方、新しいメニューも自ら考案しています。そんな大内さんが作る福島釜玉ラーメンが、わあ、これは何釜玉ですか？釜玉明太バターラーメンです。たまり醤油に野菜の香味油、さらに明太子とバターをトッピングした釜玉明太バターラーメンです。私明太子もバターも大好きです。合うんですか？合うんですよ。バター溶かしながらよく混ぜて食べてください、はい、おお、バターがみる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 溶けていくこれしっかり混ぜて、明太バターたまらないですね。この太く柔らかく茹で上がった麺がとろとろとバターと最高のバランスだと思います。バターの風味と明太子の風味をこう醤油がギュッと包んでいる感じ。チャーシューが口の中に入れるとほろっとほぐれるぐらい柔らかいです。でも味付けがしっかりしていて、チャーシューも美味しい。福島市では純ちゃん家のほか4店舗で福島釜玉ラーメンを提供しています。いずれも店の持ち味を生かしたメニューばかり。それぞれのお店を食べ歩いてみるのも面白いですね。ラーメン県らしい個性あふれる一杯はいかがでしょうか。